けそば長谷川さんに行かせてもらいたいんですけども、まあ分かりやすく言うと工業高校あるじゃん。ラーメン祭りあるよ。おい、よっしゃ、松浦です。おはようございます。ここは横川駅です。どうですか、横川駅来ちゃいました。ということで、横川駅と言ったら何でしょう。はい、つけそば長谷川さんでしょう。はい、つけそば長谷川さんに行かせてもらいたいんですけども、まあ、ちょっと前の動画で長谷川さん、船里にあるね、北海道ラーメン長谷川さんの2店舗目、つけそば長谷川さんに行かせてもらいたいんですけども、北海道ラーメンの長谷川さんの方はザ・味噌ラーメン、北海道のラーメンを持ってきている。で、こちらのつけそば長谷川さんの方は関東のつけ麺を持ってきていると。つけ麺、まあ中華そばも多分あると思うんですけど、僕ちょっと初めて行く店でちょっと詳しくないんですけども、これは社長から聞いた話なんですけども、こっちは北海道の味噌ラーメン、こっちは関東のラーメンを2店舗に分けていると聞きました。はい、なんですっげー興味あるなと思って、今ちょうどね、関東風のつけ麺、あのね、熱々のスープに冷えた麺、そしてね、動物系と魚介が織り交じったね、あのつけ汁にズルズルズルっとつけて食べたいなって思ってます。はい、ということで早速行っちゃいましょうか。歩いて近いんだよ、こっから。そうそう、歩いてほんと多分5分ぐらいなんですけど、ちょっと初めての店でちょっと場所がわからないんですけど、今から歩いて行ってみようと思います。なんで僕ら駐車場あそこ止めました、横川駅の。多分結構近いと思います。なんとなく覚えてるんですけど、すぐ裏歩いて5分ぐらいじゃないかなって思うんですけど、すごいよね社長。多分ね、相当レベル高いし、広島の横川駅にそのつけ麺を出すっていうところもね、またうまいですよね。なんかすごいですよね、このつけ麺ね。男松浦ズルズルズルっと行ってみようと思います。行こうか。ちょっと歩いていこう。Okay. めっちゃジロジロ見られてます、みんなに。あのね、多分ね、正直言うよ、うん、俺のことめっちゃ気づいとるよ。やっていいかね、うん、背中に名前書いてある。まあ別に声かけて、まあ俺からね声かけたらもねしょうがないしね。え、お前も思ってるよ、絶対気づかれてるって分かる。まあいいんだけど、この今横川商店街通ってます。ちょっと今のダサかったの、俺の何気づかれてるっていうのカットしてる。待ってよ、でこっちだと思う。場所知っとん。いや見たことあるような気がするだけ、多分そこだと思う。あ、あるわ、やっぱりあるある。2人とも初めてです。あんまね、2人が初めての店ってもう広島で結構少ないんですよ。あった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 、ありましたありました。これ言った通り、橋の下っす。はい、じゃあつけそば長谷川さん来ました。見てください、うわ気持ちいい。広島ラーメン界を盛り上げるということで、広島ラーメンレッスン今日もやっていきます。入りましょう。はい、メニューになります。ラーメン一本で勝負してるって感じですね。はい、じゃあ金星つけそばを注文します。お願いします。いただきます。まずは麺からいただきます。この見るからにうまそうな麺ですよ。しっかりほんと湯が切ってて、
すごい弾力があって風味が強くて味が濃いです。もちもちって言ったら一見うどんの麺に感じるけど、乾水が入ってるので中華麺になってるもちもち。じゃあスープいただきます。熱々です。丼も柚子が効いてるね。濃厚なんですけどこの柚子がさっぱりさせてくれてますね。魚介の味がしっかりしてます。やっぱ濃厚なつけ麺にはねこの麺が合うですね。つけだれにしっかり使ってるんで味がしっかりスープの味がついてますね。スープはしっかり濃度があるんですけど後味すっきりみたいな、やっぱつけて食べるんでスープの濃度まで感じないですね。麺がしっかり立ってます。スープがガツンってくるんじゃなくて本当麺がガツンってくる感じですか。この麺がうまいんですよね。うん、やっぱうまい。ちょっとつけるのと全部つけるので味が全然違う。うん、うん、僕らも近づいてこのままこのスープの味をそのまま感じたいですね。この濃いさ、この酸味とこの柚子の感じが入っているので全然くどくないですね。最後まで飲んでます。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。つけそば長谷川さん食べらせてもらいました。はい、つけ麺ですね。関東風つけ麺、ドロドロのねつけ麺かもしれないって思ったんですよ。でも全然ドロドロではなかったですし、もちろんスープの濃度は濃いんですけども、濃いんですけども、なんていうんですか、ドロドロですごい乳化しまくっててグッてくるようなスープではなかったです。しっかり濃度はあるんですけども、動物系のスープに酸味が加えられて魚介系が入っているっていうつけ麺でした。動物系はしっかりいるんですけども、しっかり魚介も前に出してあげてて、で濃度はすごいしっかりあるんですけども、口に入れた時に柚子の香りがふわってくるんで、それがなんかこうさっぱりさせてくれてすっきりしてくれるなみたいなスープでした。で麺は本当にすごい小麦粉の風味が強くてすごく弾力があってしっかりしてる麺で、太麺でね、しっかりした歯ごたえで食べ応え抜群でした。僕つけ麺って要は僕が考えるつけ麺はですよ、これあくまでも僕の考えなんですけども、僕はつけ麺食べてもらうときに、自分が作り手として作ってるときに要は麺の美味しさを知ってもらいたいと思って作るんですよ。であくまでもスープはつけて支えで食べるものって思うんで、ちょんちょんとつけて食べたらやっぱり麺の風味がすごくて、麺だな、麺食べてるなって思いました。関東の味を広島に持ってきてるのでそんなにない味だと思うんですよ。ないよね。やっぱしっかりスープも取っとるし、ね、麺もしっかり考えとるし、やっぱ長谷川さん本来のね、長谷川さんでしか食べれん味になっとったし、俺はね、柚子が鼻からスッと抜けてくるような、わかる？味が特徴的だった。ラーメン一杯でいろんな味がね楽しめれて、本当最後まで飽きることなく食べれて、僕はこう撮影しながら食べてたのですぐなくなった感じのイメージでしたね。長谷川さんラーメンの方もありますので、いろんなのを選んで食べてみてください。ということで今日紹介させてもらったつけそば長谷川さん、ぜひ皆さん行って楽しんでください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。 Hey, now I'm looking to my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise.で、あんだけスープの濃度を取ろうと思うと結構骨ガツガツに入れんとあくまでならんのよ。で、それをね、回すのも大変なんよね、女の人だったら焦げるじゃん、火力で、火力結構強火にする店も多いじゃん。強火にすれば強火にするほどこう混ぜんといけんけ、あれが一苦労なんだなって思うよね、女性の方がするときは。すごいよ、柚子入っとるじゃん、つけ麺の中に、あれ、一言で例えると何？まあ、分かりやすく言うと工業高校あるじゃん、工業の高校の、女子が一人おるみたいな感じかな。